私の名誉のためにやけど、あれ誤解だから、全然誤解だから。いいんじゃないんですか、いろんな声があっても。そうやって思われることしたら、まあ、間違っても不倫には走っちゃいけないよ。じゃあね。私の話聞いてます？っていうか聞いてないみたい。なんで私なんだろう。ちょっとおいで。失礼します。なんだ君は。営業の宇都宮です。今大事な話中だ。要件なら後にしなさい。いや、その件なんですけども、全ての原因は僕です。いや、あの日実は部長を引き止めしたのは僕と彼女の恋愛について相談に乗ってもらってたからです。部長、すいませんでした。すいませんでした。二人のことを秘密にしてくれと頼んだばっかりにこんなことになってしまって大変ご迷惑を。あの日ですね、実はちょっとした揉め事がありまして、口喧嘩をしていました。その時にプライベートを社内に持ち込むなと部長によく注意されまして。そうだったよね。はい。あ、それから社内恋愛のルールなどを話し合うようになって、外で3人で飯を食いに行って。部長、その節は本当にお世話になりました。なんだよ、言っていいの？あ、そのことをオープンにしちゃっていいの？はい。もうしょうがない奴らだな。俺が頑張ってここまで黙ってきたのにペラペラ喋りやがって。すいませんでした。そうなんだ。そうなら外と言いなさいよな。同じ科の社内恋愛ですので、何かとこちらも気を使いまして申し訳ございません。いやいや、親方みたいなことやっちゃってみっともなかった。おかえりなさい。おお。失礼します。あるさって思ってもらえば。はい。どっちから言い出したの？どっちだった？僕からかな。なんだなんだ、やるな君も。え、もう遠慮することないぞ。離れんな離れんな。せっけいよっ。こういうことがね。いやいや、もう失敗したよ。申し訳ございません。どうしたの？寄ってかないの？なんか疲れちゃった。帰るわ。結婚やめる？いいよ私。何言ってんの？別にまだ焦る年じゃないし。だから疲れただけだって。何？まあ、お座りになって。こんにちは。いらっしゃいませ。ここです。はい。
どういうことなの旦那さん。はい。あちらのお方とは一体どういった関係で。関係ってそういうのはね。お客さんです。あ、ちょっと待ってくれる。今こちらにお聞きしてるんで。バーが丸出し暇な主婦。何その言い方。ちょっと千秋、釈明してほしいって言うからわざわざ来てやったのにさ。何これ、取り調べ気分。ごめんね、こういう話し方する人なのね。おお、姉さんにおぼぶっちゃってさ。どうしてよ。私たち結婚するんです。川島さんとは本当にお客さんとホステスの関係だけです。それに私そんな女じゃありませんから、安心してください。すいませんね、来てもらっちゃって。怒ってんの。別に。ね、あの彼女素敵な人ですよね。ね、あさこね、うん、どこで知り合ったんですか。なかなかお似合いよね。ね、あさこね、もう泣かすことにしちゃダメですよ、宇都宮くん。三河屋さん。おう、宇都宮。ちょっとお前も来い。なんすか。来るならな、味方が多い方がいいんだ。ちょっと待ってください。すいません、どうぞ。なんだなんだ、また人を呼んだのか。浜崎さん、卑怯ですよこういうのは。いやいや、僕はその。何あんたたち。浜崎様に呼ばれまして。同じく。え、いろんな人に手伝ってもらおうと思って。っていうか、どうしたの。こちら大家さんのご両親です。あ、はじめまして、中島麻子と申します。中島千秋と申します。あ、宇都宮です。ねえ、あいつ、くそ、かっこいいな。いいから帰れ、あんたたちは関係ない、帰ってくる。お父さん、落ち着きませんか。お父さんって言うな。血圧上がりますよ。上がってんだよ。結婚反対されてまして。どこの世界に自分より年上の息子を持つ父親がいるんだ。浜田さん、はい、頼むよ。あんたが身を引いてくれればそれで収まる話だ。違うの、私の方から結婚してって言ったの。何。そこが不思議なんだよ。好きな人と結婚したいの。好きになるな、年寄りだぞ。仕事してないんだぞ。してるわよ。わけのわからない発明品に没頭してるだけだろうが。結婚はな、ボランティアじゃないんだ。自分の将来を考えろ。好きなの。みっともないこと言うな、常識を考えろ。ちょっと待ってください。口を出せ。みっともないって何ですか。花子君は私より年上なんだぞ。いいじゃないですか。よくないよ。体裁なんかどうだっていいじゃないですか。体裁を言ってるんだ。じゃあ二人の気持ちはどうなっちゃうんですか。関係ないんだよそんなの。そういう言い方はないんじゃないですか。お父さん。お父さんって言うな。僕の人生かけて幸せに。口にするな。リコ、あなたも目を覚ましなさい。もっと二人の話聞いてあげてください。そうですよ。年の離れた夫婦なんてね、いっぱいいますよ。33だとそんな奴ら見たこともないよ。僕の人生かけて幸せにします。言うな。5歳違いならいいんすか。え、10歳違いならどうでしょうか。そういうことじゃないだろう。そういうことにこだわってますよね。ヘリクソを言うなよ、ヘリクソ。僕一度結婚しようとしたんだよ。あんたの話なんかどうだっていいよ。そしたら愛ちゃんの親が反対しておじゃんだったん。知ってるわけねえやんな。リコ、置いたり帰ろう。いや、そしたら愛ちゃんが。あ、よ、どうしたんですかその愛ちゃん。どうしたの。ああ、ねえ、ちょっと、ちょっと、なんか異常に気になるんだけど。怖い死んじゃったんだよきっと。うちの会員さんにもたまにいるんです。二人は結婚しようと決めたのに親が反対してしまうケース。そうなんですか。そうなったら悲惨だよ。悲惨って。親子断絶は当たり前。一生結婚しない人が出てきたり、30過ぎてからグレ出したり、たまんないよ。人生って思い通りにならないわよね。
私たちすごく愛し合って結婚したんですよ。それなのに今離婚の危機。千秋、絶対に幸せになれる方法があるって言うなら。ありがとうございました。私の人生かけて必ず幸せにします。分かったっつうの。そうなんですか。僕の愛ちゃんの話がきっかけで。まあこれで向こうのご両親もいろいろ考えてくれると思いますし。そういえば初めましてだったんですよね。結婚お考えの際はぜひ。あ、トイレ行くの忘れてました。こうちゃん、あ、助川様、愛ちゃんに負けず劣らずの女性を取り上げてもらってくれ。ね、ごめんね、今日巻き込んじゃって。うん、いや、なんか結構濃い人いそう。面白かった。宇都宮君も頑張ってたよね。まあまあ。あ、この間専務がさ、うん、姉さん女房の話をしてたじゃんか。うん、俺の中ではね、その年上の女と付き合うのは、例えばね、例えば33歳離れた人と結婚するのと同じぐらい信じられないことなのよ。うわ、失礼ね。けどそういうのもあんのかなって初めて思うな。あ、俺まだ 1.5 キロがある。私も会社にいるの。ごめんなさい、会社に。あ、そうですか。お疲れさん。お疲れさん。お疲れさまでした。